ブリティッシュ・レイランドは、かつて存在した、イギリスの自動車会社である。1968年、ブリティッシュ・モーター・ホールディングスとレイランド・モータースとの合併による、ブリティッシュ・レイランド・モーター・カンパニーとして設立され、同社の元には、ローバー、ジャガー、デイブラー、MG、オースチンなど、当時のイギリスの主要自動車メーカーの大部分、1960年代後半の、 イギリス重工業全体の停滞、主要な輸出先であるアメリカ合衆国での排ガス規制、安全規制などに対する技術開発の遅れによる競争力の低下、日本車との競合による販売台数低下などの要因により、イギリス資本の自動車製造会社 BLMC の業績が大幅に悪化した。それに対して、イギリス労働党政権は、 他の重工業と同様に同社を国有化し、1968年にブリティッシュ・レイランドを発足させた、オースティン・モンテゴ・トライアンフ・ TR7、ジャガー XJ6 当時保有していた主な部門は、次の通りである。フルラインブランドのオースティン、大衆車、中級車ブランドのモリス、小型、中型の乗用車、スポーツカー部門である MG、トライアンフ、中級、上級車製造のローバー、 高級車、大型スポーツカーブランドのジャガー及び最高級車のダイムラー、ジャガー参加のエンジンメーカーであるカブンドツリー、クライマックス、高級車ブランドのバンデンブプラスの各乗用車部門とラントローバーの4輪駆動車部門、レイランドの商用車部門、ことに乗用車部門では大衆車から高級車、さらにはスポーツカーに至るまでのあらゆるクラスにおいて、 同級車種での競合ブランドモデルを過剰に抱え込む状況となった。もともとオースティンとナフ,フィールドの大手2社合同企業である BMC では特にその傾向が強く、1950年代からなりふり構わぬバッジエンジニアリングが横行していたが、レイランドおよびローバー系の各ブランドまでも合流したことで、社内競合するモデルが新たに多数生じ、非効率の悪兵は、 より強まってしまっていた。他に上級小型車であるウーズレー、ライリーなどの乗用車ブランドも保有していたが、これらに相当する旧 BMC 系のモデルは早くも1969年に生産終了した。また、有名な小型車のミニもオースティン及びモーリスのブランドで生産していた。国有化後も経営状態悪化には歯止めが効かず、 ついに破産寸前となった1975年に、半国営化され、持ち株会社、ブリティッシュ・レイランド・モーター・コーポレーション・リミテッドの元に再組織された。1986年には、ブリティッシュ・レイランドのブランド名を捨てて、ローバーグループに解消されたものの、この際に、複数のブランドが消滅した。さらに、オースティニア・モーリス、トライアンフの一部のモデルは、 提携先のホンダ技研工業のモデルのバッジエンジニアリングとなった上に、その後も幾度かの公的資金による救済、そして外国自動車メーカーとの提携、売却を受けながら縮小、解体される傾向となった。2005年に最終的な存続会社となっていた MG ローバーが倒産したことによって消滅した。国際競争力を持つ自動車企業連合形成を 意図したイギリス政府主導による政作会社であったものの、1970年代、1980年代にかけて110億ポンド、165億ドルもの巨額な公的支援を注入して得られた結果は、2000年代に至るまでの間に、モーガンやノーブル、マクラーレンなどの少数生産メーカーを除く、イギリス社メーカーのほとんど全てが、 国外資本による買収を受けるか、もしくは廃業してしまうという、一国の巨大産業、そのものの回復しがたいまでの価界であった。また、同社は1970年代における、イギリス製造業の悪しき象徴、状態化したストライキ、それと同時に甚だしく低下した品質管理水準、投資不足、 政府による過剰介入、稚拙なマネジメント、そしてそれらの問題が招いた国内外における市場シェアの大いなる喪失であるとも評される。BMC、編集、BMH、編集、BLMC、編集ブリーティッシュレーランド、編集 BL カーズ、編集ローバーグループ、編集詳細はローバーを参照。ありがとうございます。